インド沿岸警備隊は、インドにおける沿岸警備隊である。1978年設立。国防省の参加の法式公機関であり、自国の周辺海域における治安維持業務などを行っている。幹部候補生学校は、インド海軍と合同であるなど、正規軍の海軍とも密接な関係を持っている。インド沿岸警備隊機インド周辺海域における、 治安維持業務などを目的に1977年1月からインド海軍の援助を得て設立準備がなされ1978年8月19日に正式に設立された。設立当初は海軍から移管された7隻の艦艇しか保有していなかったが現在では約93隻の艦艇と約65機の航空機を保有している。人員は 1> 約1万2000名の軍人で構成されている。現在、インド沿岸警備隊は3倍規模に拡大中であり、156隻の艦艇を発注または建造中であり、航空機保有も100機まで増加し、人員も2から3倍増やす予定である。主要業務は、海上及び沿岸地域の治安維持のほか、密輸船、 密漁船等の犯罪船舶の取り締まり、海難救助、海洋汚染の防止、除去、戦時におけるインド海軍の補助など多岐にわたる。また、7 0 0 0トルを超える長大なインドは大陸の海岸線に沿った広い海域を担当する。国防省の参加にあり、司令部はニューデリーにある。管轄海域を5分割しており、以下の通りである。管轄拠点は、 インド沿岸沿いに42の基地と15の航空基地がある。ありがとうございます。